鎌倉七口の一つ、朝日七切士鎌倉七口とは三方を山に囲まれた、相模国鎌倉への鎌倉道などの陸路からの入り口を指す名数。鎌倉時代には七口の呼び名はなく京都の七口をもじったもので鎌住居、鎌倉十教、鎌倉十位などと並ぶものである。鎌倉七切士とも呼ばれる。1、極楽。 寺坂切通士2、大仏切通士3、化粧坂4、亀ヶ谷坂5、小袋坂6、朝日七霧切通し7、名古屋切通一般に言われるのは以下の7つである。極楽、寺坂、切通士大仏切通士化粧坂亀ヶ谷坂、小袋坂朝日七霧切通名古屋切通し鎌倉七口の資料上の所見は、江戸時代初期の1642年から1644年頃に、 書かれたと思われる玉船和尚鎌倉記である。その後、1659年の金剣ら1674年の徳川光国、鎌倉日記、また、徳川光国が命じて編纂させた1685年の新編鎌倉史にも相次いで元気を生み出すことができる。江戸時代末では、1829年の鎌倉乱将校、1841年の 新編相模フード機構に同じような記述がある。玉船和尚鎌倉記では、大仏坂、ケワイ坂、カメガイ坂、小袋坂、極楽、寺坂,坂、峠坂、名古屋坂とあり、徳川光津区に鎌倉日記になってケワイ坂を、化粧坂、カメガイ坂を、カメガ,坂カメガヤ坂、小袋坂を、小袋坂、峠坂を、朝日き霧同士、大仏坂を、 大仏霧道士、極楽寺坂が、極楽寺霧道士、名古屋坂が、名古屋霧道士と出てくる。鎌倉時代の公文書とも言える、あずま鏡にその名が見られるのは、毛井坂、ム浦堂、ラ道、名古屋坂、そして山内道路として出てくるのが、亀ヶ谷坂内し小袋坂であり、あとは、現在の七口には数えられない、小坪坂及び、稲村路である。大仏坂は、 鎌倉時代には全く記録がなく、極楽寺坂は極楽寺の次元に解散の認証が開いたとある。現状の鎌倉七口は小袋坂が振動となり、痕跡だけ残して消滅。極楽寺坂霧道士も普通の車道となり、明治時代以前の面向きを残しているのは大仏霧道士、朝日奈奈霧道士、名古屋霧道士の3ヶ所と多少面向きを残しているのが、 化粧坂と亀ヶ谷坂である。1996年文化庁の歴史の道百選に鎌倉街道マイナス7口切り同士として選定された。ありがとうございます。